お母さん？浩平だけど、くるちゃんと別れた。また別れたんかね。なんでや。なんか嫉妬させて、嫉妬させて。でなにもをし。う他の女の子と楽しくお酒飲んで嫉妬させて、それでもう別れるみたいなことを言い出したんだけど、それに怒ってそのことをキスして、もうダメ、許してもらえなくなっちゃった。もうどこ行った？つかおばあちゃん？おばあちゃんよ。おばあちおゃん。母さんにこんなこと言うたったら、ここで、お母さんがお前ら帰ってからな、あれやん、病院通うやん、寝不足で。寝不足で病寝不足とお前のことでな、あ院。れしちゃったもんだよ、病院にな、毎日通うやん。で、そのアマどこ行ったもんて。そのアマは、いや、家に、僕家ないから、家出てったから。おいで、おいで。こいつの方がもう一回、その、なんとか埼玉つとこ行ったんかい。もう別れを連れて言うたんちゃんと。じゃあまあお母さん寝不足だからね。ええやん、ばあちゃんってばもう。母ちゃんよりばあちゃんの方がわかるわ、こんな話。そう。お前ももう別れを連れて言うたんかい。で何も取られへんだよな。あまには。取られへんだれや。分かっこた。れでも埼玉帰るっつって帰ってた。まあ俺はちょっと友達の家に暮らすね。しばらく友達の家で暮らす。家出とんかおいでお前。これで、父ちゃんないやつよ、お前帰ってきた。どんな瞬間で。いや、父ちゃんの家は行ってないよ。父ちゃん家行ってないけど、父ちゃんとはまあ、普通に一人やろって気合い。で、父ちゃんのところ帰るっつうと何も言わへんのか。いや、帰るってまだ言ってないけど。行ってないんか。言うたらこいつやり、俺。言うやろ。なんと友達のとこ行ったってお前知らない。分かった。いい子やったんやけどな、あの子。わしは仕込んだろうかなと思うよって。分かった。ここ、お前にはちょっと、手つけあれできんかな、ぐらい思っとったよ。お前の方は多いやわ。あの子、だいぶ間違えとるわ。また電話するよ、おばあちゃん。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。はい。もしもし？お母さん？大丈夫？行くとこあるの？行くとこはね、ある。ある？ほんならいいけど、なかったおいで。大丈夫。お母さん寝不わ足、かった？お母さん寝不足なっちゃうし。大丈夫。病院大丈夫？大丈夫よ。ごめんね、うるさくして。気ぃつけてよ。分かった。また電話かけてきて。はい、じゃあね。お母さんちはダメ、ダメだね、やっぱ。ね、お母さん寝不足になるから、俺のいびきがうるさくてね。病院通いしてるらしい、寝不足で。やばいよな、俺のいびき。息のせいでとかじゃない。口にテープ貼るやつ。口を閉じるやつ。養分君戻る。
うんこ踏みながら生活する。もうね、やっぱ結構気遣いだから、パルにもあんま気遣わせたくないし、パルの放送できなくなっちゃうしね、あんま迷惑かけたくない。仲はいいけど、やっぱ大手だからパルパルは、あんま放送の邪魔したくないよ。俺と同じふわっち配信者だったらね、あれだけど、ツイカスの顔だからね、パルは。掃除してあげなよ。失恋した次の日によくそんなこと言えるね。俺が普通に元気だったら掃除できるよ、全然。帰ってくるまでに綺麗にして、俺今何もできないって。掃除するってこれ一人でやると、パルが言ってることが分かる。掃除してこれなんだよ。もう掃除がしようがないっていうか、時計はあったけど、信じないならいいわ。鮫島の家行っていいっつってたな。だって鮫島はまた炎上させようとするから、あれダメだわ、そんな精神状況じゃない。昨日だってなんかヤバかったんでしょ。なんかアールさん救急車で運ばれたんだっけ。無理やりお酒飲ませて、なんかね、荷物は全部あるけど、なんか無理やり飲ませたんじゃないの。で、R さん救急車運ばれて、それで10万ぐらいかかったとかいう話だけど、あ、ゲームなの、この話知らないけど。今僕の励ましはリスナーさんとね。でも相手も飛ばないもんね。花火でもね、投げてくれて励ましてくれたら、それが一番励ましになるんですけど、それも無理ですもんね。でも放送しかないんだ。鎌倉ちょっと行けないっすけど、名古屋、分かった。ボクシングの練習はどうしようかな。ネオさんに行ってもあそこのジムやめるか、こういう状況だから。名古屋で探すかなんか、個人的にそうするか。
あ、花火、ありがとうございます。切り替えれて、あ、ちょっと切り替えれないですけど、やった、ありがとう。やっと脱げるわ。暑かった。ああ、ご飯、食欲ない。めちゃくちゃ買ってくれてるわ。おにぎり2つ。